ショルヘーノです。さあ今回はですね、僕が弾いているこちらのフラメンコギター、このフラメンコギターのフラメンコギター奏法、こちらをですねレクチャーしていく動画を出していきたいと思います。まあ、フラメンコギターの奏法といってもいくつか種類があって、まあそれの中でも特にフラメンコギターだなと思えるような、そんな奏法をね伝授していきたいと思います。まあ、その奏法といえばですね、第一に挙げられるのはラスゲアードですね。こちらをぜひ自分のね音楽スタイルの中に組み込んでいただければなと思います。ものすごくシンプル、動きとしてはすごく簡単ですね。なんだけどその動きに慣れるまでの、まあ、時間がかかる人はかかるって感じですね。というわけで、まあ、まずラスゲアードっていうものが何なのかっていうのをね教えていこうかなと思います。という、まあ、バラララララララっていうこういう音、あんまり音楽詳しくない方でもなんかこういうアニメとか映画とかそういう BGM の中にそうこういう音が出てきてるのをなんとなく分かる人は分かるんじゃないかなと思うんですけれども、それがこのラスゲアードですね。フラメンコギターといえばもうこのラスゲアードがあれば大体、フラメンコできると言われてますんで、ぜひこれをできるようにしていただきたい。でね、どういう時にラスゲアード使うのかっていう話なんですけれども、一番は曲のそのサビとかに入るタイミングでこうみたいな感じで曲の展開の時にそこに入りますよっていう、こう持っていき方ですね。ラスゲアードは大体そういう時に使われます。うん、次のセクションに行く時にバラララッと弾いて盛り上げてドーンとサビに行くみたいな弾き方と、あとはまあ曲の中、そのセクションの中でも普通にこうみたいな感じでこうちょっと入れるみたいなね。まあ、これ理解できればいろんな応用が効くのでね、ぜひちょっと練習してみてください。でまずやり方なんですけれども、やり方の前にこの爪ですね。フラメンコギターってなんかちょっと爪が必要みたいな話を僕よくするんですけど、まあ、そういう話をする人もいっぱいいますし、まあ、フラメンコギターって基本的にもう手で弾くんですけど、この爪で弾くんでやっぱ弦をこう滑る役割にやっぱね、指だとねこの肉の状態だと結構引っかかるってことがよくあるんで、まあ、滑りやすくするために爪を伸ばして弾くのと、あとはまあこの爪があることによってバラララッと歯切れのいい音が出せるっていうところですね。なんで爪がまあ僕はちょっと今これありすぎなんですけど、長すぎなんですけど、ちょっとこう出るぐらいで全然大丈夫です。親指はね若干の伸びてる方が他の奏法もしやすくなるんで、まあ、これちょっと伸びすぎですけど、もうちょっとね割とあった方がいい親指の爪に関しては。まあ、僕のこの爪、これはね伸びすぎだと思ってください。これよりちょっと短いぐらいでいいんだなっていう感覚で分かっていただければいいかなと思います。で、ラスゲアードの、基本奏法やり方ですね。まずここでねこういう状態、ギター構えて、まあ、こういう状態にあるとして、とりあえずグーでこの状態から持ってきていきますよ。これねまず親指、これサムですね。サムアップ、アップですね。いいねっつって、でその後にこのまあこの辺、この3本の指、小指抜きのこの3本の指あたりをですね、親指サムアップした後にここダウン、3本指ダウンね。で親指が伸びてる状態ですんで親指を、ダウン、ダウンするときにもうこいつらはしまい込むような感じでこうダウンで、親指が今下にあるんでさっきのサムアップの状態に持ってくる。また3本指ダウンで、親指をダウンする際にこいつらもしまい込んでグッとね。まあなんかちょっとあんまり絵的に良くない絵するかもしれないですけどそういうつもりじゃないんでね、こういう感じですね。パッ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 
こういう感じですね。だからまあ基本的にこの親指上げた後、もうこいつらをこうダウンするだけ、2回ダウン、ダウンダウン、親指アップ、ダウンダウン、親指アップ、ダウンダウンね。まあ、この動きだけ見ればね、すごく簡単なように思えるんですけどね、すっげえ簡単なんですよ。何にも裏がない、何の裏もなしに、もうこれだけなんですよ。ラスギャードっていうのは、この動き、この動きがラスギャードなんですね。うん、これがあのバラバラの正体なんですよ。まあギター構えた状態で、やるとですね、こういう感じですね。親指アップ、3本指ダウン、親指ダウン、親指アップ、3本指ダウン、親指アップ、あ、親指アップ、3本指ダウン、親指ダウン。で、こいつら中にしまい込んで、また親指をアップ、3本指ダウン、親指ダウン。ね、この動きだけ。ね、一緒にぜひこの動き、ちょっとまだこれでも早いかな、やってみてくださいね。まあそんな感じの、これ3連なんですよ。ダカダ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 、みたいな感じですね。はい、一つね、注意していただきたいのはですね、まずはこの動きに慣れるっていうことだけをもう常に考えてください。ラスギャードをしたいんだけど、なんとなくの動きでやろうとするとそれが癖になって、なんかちょっと違くねっていう動きになりがちなんですよ。なんかこの手首をとりあえず回せばいいと思ってる人、これね、なんかわかんない、できないけど、僕はラスギャードできちゃうからそれできないけど、なんかこういうなんか反動で、まあこれもこれでいいと思うんだけど、そのフラメンコギターの奏法をラスギャードをやりたいっていう人にとっては、これはちょっとまあ言ってしまえばちょっと間違いになってしまうので、こういうなんかとりあえずなんか手首を回しておけばいいんだっていう風に、こう、まあ、そういう風な音にもね、こう近くなるんですけど、自由度が全然違うんで、これだと好きな時にバラララっていう風にできないので、まずはもうこの一連の流れ、この指だけです。これだけをとにかく得得してください。必ずこれだけ習得して、次に進むようにしてくださいね。もうなんかこういう感じでね、なんかバランバランバランみたいな感じでやっちゃうと、それはやっぱりフラメンコギターの奏法とはちょっと違う感じになっちゃうんでね、うん、必ずこの動き、これもう僕がこんなに口酸っぱく言ってるってことはもう本当にその通りなんで、絶対これだけはもう絶対逃さないようにしてください。もうなんかちょっとこう親指の関節、指の関節とかでこういう感じで動かないように、ここだけでなんかとどまらせない、もうここに中心点、ここに持ってくる、こういう感じでね。もうでも大振りじゃないんですよ、別に大振りじゃなくて、もうとにかく動きにメリハリをつける、はっきりと、これですね。すごいこんなに口酸っぱく言ってるんでね、これはね多分僕の中でラスギャードの中でも特に重要な部分だと思ってるんで、これはちょっと頑張って意識してみてください。まあ、そうするとこういうね、僕のこの手を見ればわかると思うんですけど、はっきり動きがなってると思うんですよ。関節とかで動いちゃってる人はこういう感じになっちゃうね。分かんなくて、こういう感じ、こういう感じで、なんか違い分かりますかね。こういう感じでちょっと流れるようにやってしまいがちな方がね、本当に多いと思う。動きは理解してるんだけど、やり方も分かってはいると思うんだけど、でも本当にね、なんかこういう感じ、なんか動きにメリハリがないというか、ネロネロなってる感じ、うん、これはね、できてるはできてると思うんだけど、でもその
こういう感じになっちゃってると思うんだよね、うん、僕が見てきた中では結構こういう人が多かった。でやっぱりそうするとちょっと自由度がね、さっきも言ったけど下がっちゃうんで、こういうんじゃなくてもうちょっとこう、もうとにかく1からっていうこの一連の流れを必ず練習するようにしてください。メリハリです、とにかくメリハリ。もうここにはグレーゾーンとかないから、もう白黒はっきりつける感じで、バシ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 、もう指めちゃくちゃこう開くし、すげえグーにする。もうこれめちゃくちゃ大事なんで、よろしくお願いします。でこのラスギャード、まあ僕も最初そうだったんですけど、この動きに慣れた上で、じゃあこれを曲に組み込むには、結局この動きを慣れたところで、ここは目的じゃないんですよ。これをどうにかして速くしてこの動きに持っていかなきゃいけないってことなんで、まずはこの動きに慣れるっていうのは大事です。このはっきりした動きをね、これはものすごく大事なんですけど、その次のステップ、これは本当にこれでラスギャードになるんかいって人のためにこう見せたいんですけど、こういうというこの流れがあるんですよ。だから結局その動きを練習した上で、早くしていく、まあ練習、これが大事になってきます。これがステップ2ですね。でこの動きに慣れるための日常生活での取り入れ方なんですけど、まあ、僕の場合なんですけど、車運転してる時とか、まあ、信号待ちとかなんかなってる時に、こう自分の足のこの太もも、足のなんかね、太ももがやっぱ一番なんかこの引きやすいんだよね太もも引かないけど、別にその太ももの横の部分に当てて、これこの動きをずっとこう、って癖になるまでやる、もう習慣、これこの動きしちゃうなっていうぐらい、もうなんか勝手に動いちゃうなってぐらい、ずっと 何かしら右手が手持ち無沙汰になった時とかに、もうあれですよ、街歩いてる時とか、ショッピングしてる時とかでもいいですよ、なんかこう欲しいもの見てる時とかにも、 この動きを常にこう太ももで、太ももとか何でもいいです、もう何でもいいけど、ギターのここに近い状態の、このここに近い状態を持っていくようにする。何を言ってるか僕も分かんなくなってきたけど、僕の場合はね、その太ももにずっとこれを当てるんですよ。でまあこの動きにやっぱ慣れてくるんで、これはもう分かったぞというところで、速くしていく練習ね、さっきはっきりさせるっていう風に言ったんですけれども、この動きはっきりさせた後、速くするときあんまはっきりしなくなります申し訳ない。でも基礎からの応用ってそういうもんだからね。結局ね、バーってやるとき、もう こういう状態なのよ、こういう状態ね、見えてるこれこういう状態なのよ、 この動きってもうもはやこの手首使ってんのよ、手首っていうかこの前腕部分でバーってこういう状態をね、ドアノブ回すときの動きですね、いわゆるこれをやってるわけですよ。この中にこれを組み込んでるだけ、こうやってポン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 とか、親指アップ、これがダウンなんだけど、ポン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 って、このダウンとかのこの動きを省略させるためにこう回転させているって感じだよね。だからもうこういう感じね。だから省略させるってことは、つまりそのはっきりしなくなってくるんだよね結局。そうですね、はっきりはしないけど、でもね、よく見てみると思ったよりはっきりしてたわごめんなさい、急に前弦撤回するんですけど、なんかあれだな、思ったよりはっきりしてるわ、ごめんなさい本当に
申し訳ない、はっきりしてた。じゃああれだな、まあそのすげえ白黒はっきりさせてた時よりかはちょっとブレるかなぐらいかな、うん、やっぱこの手首の動きに助けてもらう形になるんで、やっぱりこういうちょっと分かりづらい動きにはなっちゃうんだけど、でも基本的にはこの動き、この動きは必ず取り入れてる。こういう感じです。これ早くする練習っていうのはもう本当にこのこれに慣れた後にこう自分でもうどんどんスピードを上げられるようにしていく。でね、ある程度のところからこのダカダダカダカもうどんどんなんかダラン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 っていう風になってきてしまうんですけど、それは間違いじゃないです。これね、ダラン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 ってなってると思うんだけど、これは間違いじゃないんで、この速いダランダランがさらにこう手首を回す、その腱鞘炎にならない程度にこう回すようにしていくと、っていう感じになるんだね。いや、だらん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 、結局早くするとこう跡がなくなって続いていく形になるんで、そうするとラスギャードっていうものになります。だから、まあ、それを踏まえた上でやってみると、だらんだらんっていう感じになりますね。じゃあここまで早くすることができましたよって時に、この最高速を曲の中に取り組むようにする。これまた練習ですね。まあこれなんだろう、ジプシーキングスとかで練習するのが一番簡単なんじゃないかな。その自分で作曲してる人は自分の曲の中にねこう取り入れて練習してみるっていうのもすごくいいと思うんですけど、まあジプシーキングスだったらこういう、でまあ、最高速とは言うけど、曲の中での最高速なんで、曲のテンポにはやっぱりこう沿っていく形になると思います。だからとかは今なんかできたように聞こえてると思うんですけど、すぐには多分やるのは難しいんで、まあとにかくとかね、ダラ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 、この速さを出せるように練習する、まあ、曲の中に取り入れれば練習しやすくなるんじゃないかなと思うんで、やっぱりだからまあそのさっきも言ったんですけど、そのちょろっと入れるとかもやっぱりその基礎がちゃんとなってるとっていう感じでこうはっきりこうラスゲアードっていうものをちょっとだけ明確に入れることができるんで、やっぱりこの動き、これはとにかく大事にしてください。でこのラスギャードなんですけど、なんだろうな、いろんなジャンルにね実は取り入れることができて、そうだな、まあ、ちょっとメタルとかになっちゃうとよくわかんないんだけど、ファンクとかね、こういうみたいな、こういうこういうなんか小細工というかね、細かいところに入れる、そういうまあやり方もできますよっていう、まあ、あとはアコースティックギターとかでもね、ピックとかまあ口に挟んでやってみてもいいと思うけど、爪はね確実に削れてしまうんで、スチール弦でやると、まあ、そこだけちょっと注意かなっていう感じがしますね、はい、ギターのこの側面から見た時の動きとかも見せた方がいいかな。こういう感じですね。見えてるかな、これ。
というわけでフラメンコギター奏法の中のラスゲアード、いかがだったでしょうか。まあこれができたらもう基本的にはフラメンコギターも制覇したようなもんと思っていただいてもいいんじゃないですか。わかんないけど、なんか曲の中にねちょっと取り入れるとかだったら、もうこういうの入れればもうスパニッシュな雰囲気すごく出ると思うんでね、ぜひ練習してみてください。まあ、今のねラスゲアード以外にもいろいろあるんですけれども、そのギターのボディ叩くやり方とかねいろいろあるんで、要望があれば出していきたいと思います。まあそんなに教えることないんですけど実際は、うん、もしもうちょっとだけ知りたいっていう方がいればね、言っていただければ動画で出したりもするし、個人的に教えることもできますんで、もっと細かいところを教えてほしいっていう方はね、僕に連絡していただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね。